ちは。すみません。あ、ここで行ったらな。除染した時ね、ピーマンの足のところで、これ除染したのもこれシェーカーもらっていただいてるんで、測った時大体4マイクロだったの。おお、4マイクロだった。あったの、除染した後で。1万です。1万。はい。あの CPM だとどれぐらいなんですか。今直下にこれを下げればきっと10マイクロを超えるんじゃないですか。だからこれから相談窓口作りますんで、そこら辺のところまた相談いただきながら。あ、どうんだからこの土のこの汚染がどのくらいあるのかってことだな。うん、そうですね。まあだからまあそこはあのもう一回再除染か何かでやってもらって、あのどこまで出るかと、まあ見るですよね。だからこれまたまさに再除染自身だったら首都のお仕事があるんで、これは首都をもう一回協議をして、どのタイミングできるかっていうのはやらせてもらって。全般的には上がってるね。だから飛んでるのかって、俺この辺質問したな。今飛んでるのかってことは、こっだけ南相馬市で米ダメだって言ったべ。だからやっぱり飛んでるのかなと。飛んでないよ。だって見えねえがな、これだな。そうなんですよ。だからそういうね、不安がね、やっぱり皆さん持ってるから、それを一つ一つ解消しなきゃいけないんですよ。これな、除染してから解除してくださいよと、俺はお願いしたね。でもまあですね、この辺の話とかいろいろまたご相談してね。そうそう、いろいろあるみたいです。こいつね、こういう問題は対応しなきゃいけない問題もあると思います。だからまあ、これはもう市役所と、はい、我々の方で、あの今月の会場あるんです。そうそう、今月はしませんから。まあ、そこはご意見聞きたいから。まあ、でも、なるべくならこう、綺麗にしてから俺は解除してもらえないし。もう全部除染が終わってるんです。なるほど。ただやっぱりその場所によってね。はい。30秒。いや、ちょっと30秒かかる。あんまり近づくとね、低い数字になっちゃうから、その方がいいんだけど。0.92 だな。例えばこれを全部、例えば排除したら、まただいぶ変わってる。こういうものを、例えばこう動かしたりするのは、普通は大体お宅の方が清掃でやられてる。あ、清掃でね。今、あの、国局で考えてらっしゃるのは、こういうものを片付けて。なるほど。清掃である作業。清掃で我々でその窓口を作って、それであのお話しいただいた清掃作業を順番にやっていくと。なるほど。ということをやって安心を高めていくと。そうですね。清掃っていうのはちょっとおかしいんじゃないですか。うん。清掃っていうのはどういう形で、こう、思うと。除染と清掃した場合は、例えば清掃したものをここら辺に埋めておくとか、そういう、どうなんですか。基本的に清掃はですね、あのそのお宅の中で、あの清掃活動で出てきたものはですね、お宅の中で埋めさせていただくというのはこれ基本でございます。だからそれはやはりここに置いておくよりは埋めた方が当然安心は広がるんで、まあ、安心感を醸成するためにやっていると。つまりもともと占有的にはもう大丈夫なんですけど、やはりご不安があるからそれを清掃作業で埋める形でですね、より安心してもらおうというのが趣旨なんですね。例えば 0.9 年間5ミリっていうのは大丈夫だっていうのは何か基準があって大丈夫っておっしゃってるんですか。それは基本的に国としては20ミリシーベルトを下れば、まああのまあ、これはあくまで避難指示を、あるいは特定避難干渉地点の解除という観点でのレベルですけれども、要は20ミリシーベルトよりも低かったら安全とか、とかいう値じゃないんですが、今回避難指示の解除、あるいはその特定避難干渉地点の解除といったときには、我々20ミリシーベルトを下回るということをその条件にさせていただいています。住民の皆さん方は一人一人同じレベルで不安じゃなくて、例えばお子さんがいるだとか、うん、いろんな不安の要素ってあると思うんですよね、うん、できる限りその一つ一つを取り除いていくっていうことが大切かなと僕らは認識してますんで、うん、そうですね。こういういくらなのこれ値。1500CPM ほどですね、うん。不安の材料。だから逆にそこは清掃で、清掃きちっとするっていう。で、道路の両脇、うん、はかなりまだ一時以上あります、うん。そこね、例えば子どもたちが戻ってきて歩くとなるとガードレールはあるし、うん、その辺叩いて歩ったりね、触って歩いたり、子どもなんか何するか分かんないですよね。やっぱり子どもたちを守って。あの住んで暮らしていくのには私たち母親とかばあちゃんが頑張らないと
子供たちに嫌な思いさせてね、後で20年30年過ぎてから私は 0.1 以下にならないと帰らないって昨日言ったんだけど、どうかあれなんですよ、やっぱりその安心と安全っていうのがあって、はいはい、で一応今までのいろいろな基準の中で安全はあっても、やっぱりお一人お一人いろんな不安だとか、はい、そうですね、その安心ですよね、でここのところ昔ですね、あの BSE って狂牛病ってあった時に、はい、アメリカで発生して、はい、で前頭検査って全部の牛を検査したんですよ、実はこれ日本だけだったんですよ、あ、そうなんです、世界でそんなのやってる国は一つもなかったんですよ、はい、で安全ですよというふうに宣言をしたんですけど、やっぱり消費者は不安だったから、そうです、ね、いわゆる、まあ、言葉は悪いですけど、やんなくてもいい前頭検査をずっとやってたっていうのがありましてね、でここのところの今言われている、まあ、一応20ミリシーベルトで年間ですね、だから 3.8 マイクロシーベルト毎時で、一応ここの1メートルと庭先とで基準で指定されちゃったわけです、まあ、マスコミもですね、なんか今月中に解除っていうふうに書かれてましたけど、はい、いわゆる、まあ、住民集会もやって、で私も現場でしっかりこうやってご意見もお伺いしようということで、今日はね今月は解除しませんということをそうですか、いや私は絶対な納得できないから、うん、そういうことはね聞いて、うん、もう聞く耳ないです、うん、でね、原子力災害対策本部長高木陽介様、特定鑑賞地点の指定解除をしないことの要請ということで、まず一つ、国はもっと地域住民の声と地域の実情に目を向けていただきたい、また年間20ミリシーベルトの避難基準は、原発事故後1年以内であるはずなのに、未だにこの基準で被爆を強要されています、私たちは生涯被爆を80ミリシーベルトと考えていますが、一体いくらの被爆をすることになるんでしょうか、まあ、そんなようなことで要請をしますので、いろいろ中身、細い資料はありますので、はい、一つ、ご検討いただきたいと、はい、こんなことでよろしくお願いします。これはお預かりいたします。この車ありますので、はい、これ、あとで一つ。これは被災をされた浜通りの方々、はい、一人一人に対して、またはそれじゃない福島の方は全国の方々に対する放射線に対する、まあ、よく言われるリスクコミュニケーションといいますけれども、いわゆるその正確なその認識のこれをしていただけるように努力もしてまいりたいと思いますし、いわゆる今月中の解除はしないということは明確にしながら、また連携取らさせていただきたいと思いますので、はい、どうもどうもよろしくお願いします。大変ですけど、ありがとうございます。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。